山々とご来場の栄を賜りました不肖死人兵士赤垣ドクラフテル厚く御礼を申し上げます。さてただいまよりご聖断に寄与しまするは我が国初の名女優月島さくら編永遠の謎完結編でございます。詳細は画面の回転につれて申し上げますれば最終まで拍手ご喝采のうちにご高覧のほどを願い上げます。さて見事行商駒の謎を解き明かし圧巻一味を追い詰めた黒ずきんさらわれた危機を締めを奪い解散と戦っております。次第に変幻自在の要件を扱う片岡兄弟の前に差し物黒ずきんも苦戦を強いられております。あ、危ない深くそれ以上は無用だ。引き締めが返してほしく某百万両ご用意いただく。さらばじゃ。己無念じゃ。果たして悪人一味を取り逃がしてしまった黒ずきんではありますが、それも一味の後を追い喪失を探し出し消えた200万両ともども危機を締めを救い出す策略が上でのお芝居でありました。殿はいるかぞ。寄るな。寄らば切るぞ。前方殺到図を巻いて空に走れば熱天ほど走り乱れ舞う殺戮の嵐。愛しい人がすぐそこまで来ているのを感じ取った聞き星め、自分の場所を知らせるため心を込めて歌い続けるあの歌を。詰めたぞ。もはや逃げられん。神妙にいたせ。
紺の空には星の乱れ、緑の地には花吹雪、千村万落春たけて春や春、春南方のロマンス。ああ、哀れ悲しや、寒に染みにとらわれの身となった危機を締めを救うべく、黒ずきんは伊達天走りに走りゆく。愛と一線暗夜に飛べば東山三十六方静かに眠る惜しみつどき突如聞こえる剣撃の刺激さあこの物語のクライマックスはこれから Thank you.
Thank you.